はい、どうもスマイルトリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。はい、ハピネスチャージプリキュア、プリカード付きベストティッシュです。はい、これですね、9月9日に発売された商品なんですけども、なかなか実はお店に売られてなくて、なんか希少販売なんだそうですね。はい、でこれがなかなか本当どこの店に行っても売ってないっていう商品で、はい、ネットで探したらありましたんで買いました。はい、左が、はい、ウェットティッシュと、はい、あんみつこまちのカード2枚付きになってますね。ボトムスとトップスですね。キャラカードは付いてないですね。キャラプリカードですね。キャラプリカードは付いていないようです。はい、そしてこちら、はい、こちらは上見てください。はい、バスガイド。はい、そうです、このウェットティッシュ限定のプリカードが今回あるんですよ。それがこのバスガイドとなります。ついにゲットしました。はい。これがプリカード2枚付き、ボトムスとトップス、キャラプリカードが入っていないという仕様になっております。はい、後ろはこうなっております。プリカードは台紙のイラストに重ねても、楽しいよと、なんか遊び方が書いてありますね。で下には、データカードはスプリキュアオールスターズですね。DCD ですね。はい。と、プリチェンミラーと、おしゃべりリモンですね。中足リモンだったっけ。はい。と、連動しますということですね。はい、まずはウェットティッシュの方を確認しましょう。こちらはあんみつこまちについてきた方ですね。はい、フォームチェンジの姿のデザインとなっております。はい、はいですね。で後ろはこうなってますね。はい、後ろにはなんかリボンとハートマークが絵柄がね描かれておりますね。となってます。はい、ちなみにフォームチェンジ姿は、キュアハニー、ココナッツサンバ、キュアラブリー、ロリポップヒップホップ、キュアプリンセス、シャーベットバレーで、キュアフォージュン、あんみつこまちとなっております。はい、バスガイドの方ですね。はい、のデザインがこうなっております。はい、通常姿ですね。はい、通常姿の4人が入っております。はい、そして後ろがあってます。ここも一緒でリボンとハートマークがのデザインが目立っております。というのです。はい。と、可愛らしいデザインになっております。この中からウェットティッシュちょっと取り出しました。こんな感じです。あ、いいですね。ちゃんと濡れてるティッシュですね、本当に。うん。はい、ではまずこちらですね。あんみつこまちのプリカードを紹介します。待ってます。はい。うん。いいんじゃないでしょうか。はい。これが、よいしょと。はい、こちらトップス。そしてこちらボトムスになっております。はい。で、合わせるところですね。うん。さて、後ろの背景のデザインなんですけど、違うのでしょうか、デラックス版と。ということで、デラックス版持ってます。よいしょと。はいよ。デラックス版は背景が結構派手ですね。はい。左がデラックス版ですね。右が、今回のウェットティッシュ版になっております。うん、背景が若干違いますね、よく見ると。うん、やはり、あ、色が違うんだ。いや、背景は一緒です。でも色が違うんですよ。ここの四角のマークが黄色なんですけども、デラックス版だとこっちの四角の背景の色が青になってます。なるほどね。若干色も違うんですね。で、分けると、上のグラさんのマークは同じみたいですね。はい。うん。そんなに変わりないかな。でも、色が変わっただけ？背景の。背景は一緒ですね。で、背景一緒で、色が若干違います。はい。では、今からこのウェットティッシュ版を、プリチェンミラーとフォーチュンピアノで音声確認いきます。はい。ウェットティッシュ版は、こちらのキャラプリカードが付いてないんで、こちらのデラックス版の次のキャラプリカードをちょっと使ってみたいと思います。カワルンルンプリキュアキラリンスターシンフォニーアンミツコマチということですね。残念ながらフォーチュンピアノは音声が固定なんで、プリカードセットしても意味ないんですね。はい、はい、では行きます。あんみつこまちウェットティッシュ版音声確認プリチェンミラーいきます。せーの。
はい、確認しました。プリチェンミラーは、やはり、デラックス版と同じ音声でした。そして、やはり、あんみつこまちとは、プリチェンミラーの方では、全く言いません。はい。はい、ではお待たせしました。はい、ウェットティッシュ限定のプリカード、バスガイドのプリカードを紹介します。はい、左がボトムス、右がトップスになっております。はい。ほう、背景はなんか街のビル街みたいな感じですね。はい。で、上は、はい、帽子と、バスガイドの服になってますね。はい。右下のマークは、バスのマークですね。はい。やはりバスガイドなんで。で、こっちは、靴とスカートになってますね。はい。なんか左上に背景がありますね。はい。なんて書いてんだろう。バスの、右の字に、TREL しか書いてないですね。見えにくい はい。と書いてます。まあ、背景が結構綺麗じゃないですか。はい。ボトムス。じゃあ、これを合わせると、こうなります。はい。おお、いい感じになりましたね。はい。そして、ちなみに、トップスの方は、グラさんと、フォーチュン。そして、ボトムスの方は、ラブリーと、リボンとなっておりますね。はい、じゃあ、このバスガイドを使って音声確認いきたいと思います。使うのはもちろん、この4人です。では、いきます。はい、では、まず、めぐみちゃんいきます。音声確認いきます。せやっ。続いて、姫ちゃんいきます。セット。はい、では、次はゆうこちゃんです。いきます。セット。はい、では、イオナちゃん、バスガイドいきます。セット。はい、バスガイドの方、音声確認しました。面白い音声になりましたね。今までにない特殊な音声でしたね。今までだったら確か、まあ、ドレスに例えるなら、まあ、ドレスだったんですけど、まあ、ドって続きなんですけども、なんて言ったらいいんだろう。なんか、それよりも言い方がなんか違った特殊な音声でしたね。まあ、確かこんな感じでしたね。バスガイド なんかいろいろ跳ねてましたよね。なんか そんな感じの飛び跳ねた音声でしたね。はい。それがね、はい、リボンがなんか言ってくれました。はい、そんな感じでね。はい。今回はこちらのウェットティッシュ、そして、はい、あんみつこまちのプリカード、そしてバスガイドのプリカードの方をご紹介いたしました。はい。これね、本当、希少販売なんで、なかなかお店で置いてないんですね。なので、ネット販売で買うことを、まあ、特にお勧めします。はい。本当、なかなか見つからないそうですよ。この、はい、プリカード付きのウェットティッシュ。はい。ぜひ欲しい方は。2点セットでなんか、楽天さんで、はい、売ってましたんで、まだ多分あると思いますんで、ぜひ、欲しい方、なんか買ってくださいね。ちょっとでもちょっと高いです。ネットで買うと1500円ぐらいします。はい、2点セットだったらね。単品だったら多分600円ぐらいじゃないかな。はい。だと思います。はい。ということで、今回は、はい、こちらの
フリーカード付きウェットティッシュ2つ、はい、あんみつこまちとバスガイドの方を紹介しました。では今回は以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルトリプルナインのチャンネル登録はこの画面からゲット。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録よろしく。